皆さん、こんにちは。私はロドリゴ・ファルナンデスです。どうぞよろしく。ブラジルから来ました。今日は、私の国、ブラジルについて発表します。まず、最初で、私の題名は、ブラパティオ・マダ・ブラジル。これは、効果の言葉です。ちょっと待って。すみません。もう一回今のところが、最初に。意味は、ブラジルの大好き国です。南米には、大きな国があります。これはブラジルです。サイズは8500万キロ、平方キロです。大きい国だから、多い隣国があります。例えば、ペルーとアルゼンチナとボリビアが、実は、エクアドルとシリだけブラジルは離れます。大きい国だから、5つの地域があります、ブラジルに。例えば、北と中と南。私は北東の地域が住んでいます。私の、サル町はレシフ町です。レシフはにぎやかな綺麗海岸町です。海岸の意味は、コースシリー。歴史はとても有名です。レシフもとても楽しいな町です。これはレシフのカニバル。カニバルの時に皆さんは街で泳ぎます。とても楽しい。レシフの海はもうとても綺麗ですけど、多いサメがあります。だから気をつけてください。世界の中にレシフ、サミ高原のことはレシフは一番マシです。はい。実はブラジルは大きい国ですが、でも、私の人口はちょっと小さいです。私の人口は、2億640万人です。実は私は、ブラジルのマウアルに、海岸に住んでいます。この辺は生活はちょっと難しいです。この辺は、アマゾンの森。この辺は、この辺と、こことここは、セッタンとセハドは、ここはとても暑いと、時々水がありません。だから、生活はとても大変。時々外国人は、君は無料の中に住んでいますか？ペットサルがありますか？と聞きます。このイメージはブラジル人は大嫌いです。では、この質問が、書かないでください。はい、ちょっと、歴史を話しましょう。昔々、原住民がブラジルに住んでいました。原住民がとても嬉しいと無料な人。でも、1500にポルトガルの人がブラジルに来ました。あとで全部で変わりました。ポルトガルの人はちょっと悪いな人です。あと、原住民が、無料な人ですが、仕事をしたくないで戦いました。だから、ポルトガルの人はアフリカの人が連れてきました。でも、それでアフリカの人も、仕事をしたくなかった。逃げて、戦えて、ゾンビというアフリカの人は消えました、言いました。それで、1884ぐらいに奴隷は終わりました。奴隷はスレイブリー。だから後で移民がブラジルに来ました。イタリアとドイツ人と
日本人もブラジルから来ました。これは、日本のアドベタイズメントのポスターが、ブラジルにいます、楽しいね楽しみになります。だから今いろいろな人がブラジルに住んでいますので、いろいろな文化と食べ物がちょっとミックスをしてあります。はい、食べ物のことで今料理を話しましょう。それは人で、有名食べ物があります。アフリカの人はアカラジャの食べ物はとても有名です。アカラジャは豆天ぷらとエビと、豆天ぷらです。中にエビと野菜もいろいろなものが入れます。とても美味しい。原住民はカサバルトからいろいろな食べ物が作ります。でもタピオカが一番有名です。日本もタピオカがあります。ポルトガルの人はタラに持ってきました。ホリーウィークのとブラジルイベントはブラジル人は豚肉と鶏肉と牛肉が食べられませんので、タラは一番の料理です。タラの食べ物。日本の寿司はブラジルも大好きですが、私の寿司はちょっと違うです。私は寿司の天ぷらが大好き。豚肉寿司もあります。はい、でも、やっぱりフェジョアードはブラジルの一番食べ物と思います。フェジョアードに全部の人は少しで入れます。はい、ブラジルの飲み物はとても有名です。実は、果物とても、特別です。例えば、アサイジュースはとても元気なヒットドリンク。アサイを飲んだ後で元気になります。エネルギー。例えば、現代史を話したいも、でも時間がない。ボスで、ブラジルの首都は、の首都を話しましょう。ポストセクション、すみません。でも今、神前の場所を話しましょう。ブラジルはいろいろな神前があります。ビーチが好きだったら、フェルナンデ・ノーレント島を進めます。でも、ビーチパーティーの方が好きだったら、ポツリガニアスという森はとても楽しいです。いつもパーティーがあります。もうアマゾンディーバも KK の時はとても特別です。アマゾンの川ででも危ないピランヤもあります。気をつけて、ピランヤさん、ブラジルはちょっと危ないですね。でも私の一番のところはおすすめます。シャパデリアメンティーナ、日本語でダイヤモンド高原。シャパデリアメンティーナにいろいろなものがあります。例えば、山と洞窟と滝と、全部でとても綺麗です。でも私の一番のところは、ブルピと洞窟です。洞窟の中に小さい湖があります。でも、特別青いの色にあります。この場所はとても魔法と思います。はい、じゃあブラジルのスポーツを話しましょう。サッカーが、皆さんサッカー好きですか？ブラジルにはちょっと私もブラジルにはサッカー一番国民スポーツです。でも今私はちょっと疲れたですね。でも失敗ない。ブラジルにいろいろなスポーツが好きです。例えばバレーボールとテニスとバスケットボールちょっと強いです。武道もブラジルが大好きです。例えばジュジスと柔道はブラジル人はとても強いです。 MMA ファイトも最近にとても注目です。ブラジルが大好き。水泳とスーファーが最近もいいです。
私は私が大好きな、皆さんも。でも私の一番スポーツビルはアイトンセナです。アイトンセナは本当に、本当にフォーム F1ドライバーです。でも、シンガポールに住んでいます。最後に祭りを話しましょう。カーニバルが皆さんは知っていますか？ 肌のコーナー、スピーカー、サンバ。でもこのイメージはリオデジャネイロとサンパウロのカーニバルだけ。私のカーニバルは聞いたカーニバルはちょっと違うです。とてもライブがありますね。祭りも皆さんは、コロフコスメとコロフフォークに来て、 街で滅びて、とても楽しいです。文化はとても面白い。オリーナは一番の街です。この夢を歌は、全部で歴史人は歌いたい。この名前はオリーナ、私の心を歌いたいと。夢歌です。では、 発表終わります。よろしくお願いします。